プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。さあ、雀士さんをお迎えしている麻雀遊戯カフェですが、やっぱりこうプロ雀士としての面のお話とか、声優さんとしての面のお話とかたくさん聞かせていただきました。しかしプライベートのことはまだ聞いてないんじゃないかということで、普段プライベートは何してるのかというのをちょっと続いてのテーマにしたいと思います。はい、まあね、伊達さんは普段どんなことをされてるのかみんな気になると思いますのでね。謎ですか、うん、なんかそもそも家出ます？あ、いい視点ですねお、いい視点。めっちゃ家が好きですね、私は。本当になんかそんなイメージあります。なんかあんまアクティブなイメージないっていう、合ってます合ってます合ってます。確かに山とか登んなそうだもん。あ、無理最近はでも本当にあのワンちゃん飼い出したんで、やっぱそのワンちゃんってお留守番がすごい心の負担になっちゃうらしくて、子犬のうちってなんで、まあやっぱワンちゃん重視には生活ちょっとなってますけど、もともと何してたかっていうと、多分 YouTube で犬の動画を見るか、あとちょっとそのゲーム実況動画とかを見たりとか、でも本当にイキさんの言う通り、基本家で何かするかオクタゴン行くか。そんな極端なんです。そうですね。あと本当にたまにそのちょっと一人カラオケ好きだからカラオケ行ったりとか、あと最近あんまりですけど、その子供の頃とか絵描くの好きだったんで、ちょっと iPad でちょっとお絵描きしてたりとか。マジインドアです。お酒は飲まないんですか？お酒はカシスオレンジを2杯までならいけますみたいな感じで、強くはない、うんうん、でもお酒飲んで楽しくなるのは嫌いじゃないんで、でその飲み会とかそういうのが嫌いなわけではないですね。マジで友人が数えるほどしかいない。友達いなそう。あでも合ってます、マジで合ってます。だからほらセットのそのやるね、はい、仲間は言うんだろうけど、はい、そうじゃなくてなんか、はい、麻雀じゃないというか、そうですね、本当にそのまず、声優業界には、ま、ほぼいないと言っていい、ちょっとだけそのたまーにご飯行く可能性があるかな。もう3年に行ってるそのためには、はい、の声優さんが1人2人いるかなぐらい、プラス、まあ、麻雀界だと、まあ、あの襟川舞子ちゃん、襟川さんですね。この人は性格がいいので、はい。わ、怖っ、他が性格悪いみたいな言い方しましたよ。違うよ、楽しみだね。あ、違う、あの私に性格が何があるから、はい、襟川さんぐらい穏やかな人じゃないと私を受け止めきれないみたいな。私に相性がぴったりですよという意味。私が悪いんです、私が悪いんです。癖が強いから。あのと最近はその連盟の松田彩香ちゃんって子も、あの、仲良くて、はい、そして、性格がいいんです。性格がいい。松田彩香の癖が強そう。癖ですか？強くない。そうですかね。いや、でも優しい人ですよ。そうそう。と、あの、斉藤剛、牛さん。この癖強い。え、嘘でしょ。いい子だと思う。そう、あの、今挙げた3人、めっちゃ優しいですよ。襟川さんそうですね。うん、襟川さんだけ。見た目でいいと思う。癖強そうですよね。あちょっと一人ずつちょっと見ていきますかね。でもみんな悪い人は思ってない。もちろん悪い人なんかいないいないっていうのはあるんですけど、僕はそんな感じたことないですけど、普通じゃねえなと。飯川さんに関してはあの同じじゃないですか、ね、プロ雀士でもあるし声優さんの仕事もされてるしっていうのもあると思うので気も合うと思うんです、ね、飯川はやっぱり一番そういうそのあるある話とかできるし、なんか一番盛り上がるのはマジ麻雀界の人口軽すぎて無理みたいな。無理じゃないけど、はい、あのいやもう無理って言ったら多分無理なんですよ。マジでなんでこんな口軽いのってぐらい皆さん口が軽いので、はい、秘密は話さないようにしようねみたいな。いろんな人が粘ってるんですね。やばいっすね、本当に。我々のところまで回ってきたら末期ですから。ちょっと回ってますよね。回ってました。回ってたみたいです。めちゃめちゃ回ってますよね。一番回ってるまである。まあ、だから、江川とかは、それだからその、
声優の話とか、はい、まあ、本当に共感できる話もいっぱいあるし、エリカ自身がもうあの穏やかで明るい性格で本当に受け止めてくれるんで、まあ、本当に楽しく。なるほど、うん、だ今挙げた3人、あとあれか、教会のなんか鈴木あさみちゃんとかも、あの、ね、このイマジャン業で、バツホニャ子持ちですみたいなことを暴露し、そうですね、はい、離婚歴があることとお子さんがいらっしゃること、はい、とかもそのオクタゴンで仲良くなったので、そのあたりの方たちは友人です、はい、終わりですみたいな終わりましたね、うん、まあ、セットですね、本当にセット、うん、ご飯行くのとか本当にそのエリカワとかぐらいですし、いやだって普通だ、特殊な職業だから、あ、なかなかね、一般の友達 できにくいよね。私が悪くないですか、大丈夫ですか、良かったです、良かったです、はい、原因は違っております。難しいよね、うん、時間も合わないしさ、あ、そうです、ね、休みも合わないしさ、別に土日休みなわけじゃないから、合わないですね、全く、だから普通もっと言い方おかしいけど、一般な、そう OL さんみたいな人と友達さんが合うの難しいよね、なんかだからその、それこそその、麻雀の業界の先輩方とかが、うん、なんかみんなでディズニー行ったとか、うん、みんなの家で集まってピザパーティーしたみたいなのが、うん、泉さんの方がよくね、泉さんやってますね、うん、あれどうしてあれ呼ばれてないいやでも呼ばれるほどやっぱ仲良くないんですよ、どこでそんなに仲良くなったのみたいな、でもなんかそう、わかんないですけど、お酒やっぱ飲めた方が、その勢いで今度家でパーティー一緒みたいな、確かに趣味が一緒、例えばお酒であるとか、まあゴルフなんかもよく聞きますけど、趣味が一緒だとそこから仲良くなるっていうのはありますよね。プロ雀士の皆さんは麻雀っていうものが一緒だけど、それはプロ雀士だから当たり前でってなっちゃうと、また広がるのが難しいかもしれないですね。なんかそういう意味だと確かに、もう私がなんか飲みに行くみたいな気配を感じると逃げてますね。そう、なんかそのリーグ戦終わった後みんなでご飯行こうよみたいなやつに一切行かないみたいなんですか。行かないですね。やっぱそのかなり人見知りはある方なんで、やっぱなんだろう、帰り道とか一緒になりそうみたいなあったら、ちょっとトイレ行ってくるぜみたいな雰囲気を出して避けるみたいな。わかる。わかります。ずらして同じ電車に乗らないように。そう。だ左右見ていないかな、大丈夫かな。何年そこで会ってね、帰る方向へ。そう電車二人チームが一番。無理なんすよね、うんうん、人見知りだからこそ余計な気を使ってしまうっていうのは、まあ、いい言い方するとそうですね、はいはい、でも今人見知りっていうのを出したからお聞きしましたけど、細野さんも人見知りなんですよ ね、 そうですね、だから多分共感はすごくできると思いますけど、ね、嬉しい、めちゃくちゃやる、その帰りとかいや嫌いじゃないよ、そういうことじゃなくて、まあ持たなくて悪い、そうですよ、悪いなと思っちゃうんですよ、喋、うんうん、れなくて、なんかなんだかんだやっぱ一人が楽すぎて、あれ星野さんって結婚されてます、ね、してるね、それは どうやって お出会いになってますか、ちょっと下から初めて伊達さんが下から行きましたマージャンは全部上から行くのに初めて下から行きましたいやなんかその自分の中で、うん、結婚をしたいって思うほどの決め手って皆さんどこであるんだろうみたいなあれがあって、ご結婚されたじゃないですか、あれね、僕はもう結婚なんで、あそでも多い気がしますね、麻雀関係の方もやっぱり、まあ別に嫌だったとこもないですし、うんうん、それが良かったとこも別にないですけど、うんうん、まあ別にきっかけとしてはまあ良かったなと、うんうん、ね、やっぱ踏み込むってなるとそうなりますね、あとまあエキさんはあれですよね、人見知りとは真逆じゃないですか、もう本当にフレンドリーじゃないですか、いや別にしなくていいならしないですよビジネスマン、そう、やっぱ自分で会社やってるから、うん、そのスタンスはやめようっていう意識は途中で持ちました。星野さん、ほら今この最中も人見知りだった星野さん、なでそめはまあ、なんか会社に営業に来たんですよね、うんうんうん、その今の奥さんが、うん、で、まあ、いい子だなって、嘘をつかない子なんだなっていうのがあったんですけど、でも趣味もそんな合わなくて、うん、性格自体とか合わないんですよ、喧嘩するほどではないですけど、うん、でも今までめちゃくちゃ会ってきたやつと付き合って大体3年4年で別れるんですよ、ってことは会いすぎちゃダメなんだと思ったんですよ、逆に合わない人とくっついたら合わなくて済むんじゃないかなと思って実験の意味を込めて付き合ったんです、実験の意味を込めてだからうまくいったんです、そう、で28人で結婚したんだけど2年暮らせば
まあ、それでダメでもほら、うんうん、お互い30代であればまだやり直し聞くかなと思って、うんうん、そう何にもその2人暮らしもそういうのもしないで結婚してんだよ、すごい半年で結婚したから、すごい、うん、偏りの考えを一旦ちょっと見直して、うんうん、そうそう、他人だったら多分分かると思うんだよね、うんうんうん、お前らにやってるよとか、うんうん、自分だと分かんない、うん、そうですよね、居心地がいいと勘違いしてる可能性があるから、うん、そうそうそう、でもなんかその、まあ、タイミングといい方がいたら結婚したいなみたいなのはあるんですか。あ、それも結婚願望ありますかみたいな聞かれるんですけど、うん、分かんなくて、うん、なんか自分の中でなんか私飽き性なんですよ、うんまあ、いいですね、どん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 出てますよ、私飽き性なんですよ、うん、なんかそれこそ家とかも、うん、絶対 1,2 年で引っ越してるんですよね、毎回。じゃあ結構引っ越されてるんですか。めっちゃ引っ越してますね、上京して10年ちょっとですけど、はい、多分 6,7 回引っ越してますね、まあ、じゃあ本当に1年半ぐらいのスパンですね、めっちゃ引っ越してて、更新前にはもう大体引っ越したんですか。結構多いですね、それこそその、うん、まあ、1人の方と長く続いたことがなくて、私は本当に1年ちょっととかしか続いたことがなくて、でも付き合うにはきっかけがあるでしょ、ここがいいなと思って付き合った。私は大体なんか、まあ、絶対そのまあ、エリカとか松田とか牛さんから分かるように、うん、まあ、優しくないと無理なんですよ、ね、まず私に何があるからそこはもう私に何があるから、はい、私の何ある性格を受けて止めてくれる方じゃないとやっぱり無理で、まず受け入れてくれるから、うんうん、でかつあのそれ以外だと自分はその頭のいい人にすごい惹かれるんですよね、うん、賢い人に、うん、はい、それこそ、まあ、麻雀めっちゃ強いとか、うん、麻雀の話を理論的にできるとかだと、うん、すごいいいなとかも思いますし、うん、でもそれもやっぱ結婚持つ私のハートみたいなその何十年も持つみたいな、まあ、ロングスパンって考えたら不安になるっていうのは。そう、じゃあスタートの時点でも不安を抱えてる。あ、そうですね、1年目後私いけるのかなみたいなのは常にやっぱあります。付き合った初日がマックスでだんだん減ってくるからもうしんどいですね、しんどいですね。そうそう、だからやっぱり結婚ってなってしまうと一応生涯契約みたいになるわけじゃないですか、一応一応なんかそれがなんかそういう形を取らなくても、まあ、幸せに暮らせたらいいなみたいなところで。ペットは逆に大丈夫なんですか、今その犬飼い始めた。大好き、もうワンちゃんの方が今がマックスでいい。あ、もう、まあ、それはもう本当にこのワンコの幸せをすごい祈って、ワンコのために全力で頑張りますって感じ。 そうね、そこは飽きないでほしい。もうそれはダメダメダメ本当に大切大切、うん、よかったよ、それはそこで、ね、結婚願望があるかどうか分かんないけど絶対しないって決めてるわけでもないってことですよね。あ、そうですね、本当に、うん、なんかいいタイミングだとかいい人だとか、うん、いい何かがあればなんかまあ、やっぱぼんやり憧れみたいなものもありつつ、うん、いやまあ私の性格上多分飽きるから無理だよねみたいな感じですかね、うん、教授ね、めんどくさいよ手続きそうっすよね、手続きめんどくさいですよね。そう、手続きめんどくさいのも嫌だなって思って、まあ、名前変わったりするから女性の方がめんどくさいんですよね。あ、そうですよね、そうです、銀行の名義とか、うん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 、今ね、仕事も忙しいだろうから、ね、あ、そうですね、今結構やっぱりその、うん、麻雀頑張りたいとか、うん、自分の人生頑張りたいみたいな部分がどうしても強いんで、うん、そこは、うんうんうん、結構楽しいんじゃないですか、その例えば犬、ね、ね、ワンちゃんいて、うんうんうん、家帰ったら、うんうん、ね、別に彼氏いなくても、うん、今本当に人生の充実度がやばくて今その、うん、ハッピー感がやばすぎて、うんうん、今なんかもう毎日日々やりたい仕事とか麻雀とかさせてもらってワンちゃん可愛くてって感じで数少ない友人と、うん、まあでも満たされてるって考えたら、そうですね、そうですね、本当に無理にって感じですね、自分は。なんかでも家の中でこうやる趣味みたいのもないんですか。あー、なんか料理が好きとか。あ、料理もちょっとやろうとして、なんかペペペっていう料理はするんですけど、ちっちゃい絵描くの好きだったって言ったら、うんうんうん、例えば iPad で絵描いてくるとか。そうですね、なんかあの絵はちょっとやりたいはやりたいんですよ。だそれもなんかちょっと忙しくってなかなかこう踏み切れなかったりとか、あとはなんだろうな、こう多分
今の時代ってツイッターとかでいくらでもうまい絵が流れてくるじゃないですか。でそれを享受しすぎたせいで自分の下手くそな絵に耐えられないみたいな、そうそうそう、あれわかります、なんかもう完成形の理想が高すぎてなんだこの下手くそな絵は終わりみたいに なっちゃって、そうそう、なんか趣味でもっとなんかこう気楽にやれたらいいのかなと思いますけど、でなんか YouTube とかも一応チャンネル持ってやってるじゃないですか。あ、そうそう、あれうちはそんなに力入れようと思わないですか。好きじゃないんですよね。なんかその、うん、それこそその映像系の学校行ってたんで、はい、動画編集の技術とか若干ありはするんですけど、できるって言ってましたよね、うん、若干ありはするんですけど、うん、めんどくせえが勝っちゃうあとやっぱそのライブ配信も楽は楽なんですけど、やっぱり始める前にこう気合い入れなきゃいけない、やっぱ不特定多数に見られているっていう自覚を持って始めなくてはいけない、それからその当然コメントとかも流れてくるし、なんかこれは無視しなくてはいけないとかを言ったり、なんかちょっとカチンってくるやつがあった時に仏の心で無視しなくてはいけないみたいなのがあったり、なんか悪気なくてもあそれ言われたくないんだけどなみたいなことを言う人とかもいるんで、やっぱそこはこうどうしても気合がいる心に負担がかかる部分があるっていうので、そこまでがっつりやりたいなって風ではないって感じなんですよね。ファンの方とは交流したいはしたいんですけど、お礼とかも伝えたいしって感じですね。じゃあもう家で布団から出ないでずるなんかダラダラ YouTube 見たりしないですか。いや、やっぱそんな感じっすね。でもそんな感じでもなんかそれこそこれ声優だけやってた時も思ってたんですけど、これじゃあ10年後仕事なくなった、20年後仕事なくなってって私何してるんだろうって思って、じゃあ今なんか技術職身につけようかなとか、ちょっと資格取ろうかなとか、そういうのはその声優だけやってた時からずっと考えてはいたんですけど、結構今は今が充実してるからこそその時間があったら麻雀の解説の勉強頑張ろうだとか、やっぱそういうことに時間当ててるかもしれないですね。麻雀見てますね、やっぱり麻雀見て喋るとしてますね、うん、じゃあすごくいい回り方してますよ。まあそうかもしれないですね。家でその麻雀関連の何かやりつつ、うん、可愛がってみたいな感じですね。ですね。なんかすごい確かにもう必要ないってことですね。そう、もう循環しちゃってるから、うん、そうなんですよ。好きがないな。好きがないな。どういうこと？なんか、まあ、こういう話されてるじゃないですか。だからもうそのままでいいよっていう男性がね、うん、ついてきてくれれば、うん、合わせてくれるんじゃないかなと思いますけど、うん、そのままの伊達さんでいてほしいと。私飽きられても嫌だから伊達さんとは一緒に住まないけど、ほぼほぼ別居婚の旦那さんがいれば、ああちょっと都合いい時だけ、ね、都合いい時最高いやでもその距離感ミスが飽きられるかもしれないです。本当に飽き性で本当に飽きちゃうんですよね。怖い自分が。飽きるね、突然飽きたらね怖いですもんね。ごめんつって飽きちゃった。辛い振られ方。悪い女だ。一番心に残る伝え方です。いやいやですよ。飽きた。嫌いになったよりは飽きたの方がしんどいでしょうね。いやショック。言われたくないもん。めっちゃ言わないでしょ。めっちゃダメなんですよ、そういうことは。うん。男子ね、私は本当に。はい、充実してるのはやっぱよく分かりました。はい。うんうん、はい、本当に。まあ、一番いい状態なんですけどね。はい、そうですね。はい。あでも老後寂しいだろうなって思っちゃう。まあ、でもそんなこと考えてもね。そう日々一生懸命行きますみたいな感じですね。精一杯で。はい。あ、しっとりした。最後ですね、将来の野望はということで。私、はい、この質問、はい、嫌いなんです。もう出た。終了です。終了。